こんにちは。私は映画のレビューを専門に投稿している A 子です。映画レビューをいっぱいお話ししていきますよ。あ、皆さん、とりあえずはチャンネル登録お願いしますね。こちらのレビューでは、途中まではネタバレなしでお話します。後半のネタバレありの方は、映画を見てから私のお話も聞いてくださいね。今回取り上げるのは、2024年のアカデミー賞で作品賞を獲得したオッペンハイマーです。監督はクリストファー・ノーラン。キャストは主役のオッペンハイマー役がキリアン・マーフィー。他にはエミリー・ブラント、マット・デーモン、ロバート・ダウニー・JR、フローレンス・ピュー、ジョシュ・ハートネット、ケイシー・アフレック、ラミ・マレック、ケネス・ブラナーが出ているという豪華な俳優陣を起用しています。ストーリーはこのような感じです。1920年代、オッペンハイマーはハーバード、ケンブリッジと名門大学に在籍した後、ドイツのゲッティンゲン大学へ留学し、理論物理学の道を志し始めます。博士号取得後、アメリカへ帰国し、カリフォルニア大学バークレー校で教鞭を取っていたところ、原子爆弾開発に遅れを取っていることに、焦りを感じた米軍が発足したマンハッタン計画のリーダーに指名されます。オッペンハイマーは、マンハッタン計画の拠点に、ニューメキシコ州のロスアラモスを選びます。主要な研究者を集めたオッペンハイマーは、家族を連れてロスアラモスへ向かい、本格的に原爆開発へ乗り出していきます。物語は戦前、戦後の時間軸を行き来しながら展開され、オッペンハイマーという一人の人間の視点を通して、原爆開発の余波を描いていきます。このようなストーリーです。原爆が実際に作られ、使われたことも周知の事実ですから、見ている人がそれを知っていることが分かった上で、進んでいく映画ですね。この映画は、オッペンハイマーという人物を描き出しています。この人物を通じて、クリストファー・ノーラン監督が表現したかったのは、核兵器の脅威、だと思いました。基本的には、オッペンハイマーの一人称で、物語は進んでいきます。彼は天才でありながらも、学生時代は落ちこぼれで、人生がうまく進んでいるようには見えません。しかしその才能には目をつけられ、重大な原爆開発のリーダーに任命されていくのです。ところどころで、オッペンハイマーの苦悩が描かれています。それはもちろん原爆開発でも同じです。見ている人は、オッペンハイマーが苦悩する姿から、核兵器の開発、さらには所有することへの不安を覚えてくると思います。多くの人がこの不安を持てば、核兵器を持つことをストップできるのではないか、このような希望がこの映画に込められていると感じました。この映画を作る意義に関しては、世界を一変させる原子爆弾を作った歴史を、このような劇映画の形で残しておくという必要性を、ノーラン監督をはじめ、制作者の意図としてあったのではないでしょうか。すでに80年ほど前の話ではありますが、核兵器については、今もなお平和への脅威になっています。映画という娯楽を通じて、この歴史を広く知ってもらうこと、核兵器の恐ろしさを知ってもらうこと、これらは映画、オッペンハイマーが持つメッセージだったのかと思います。このメッセージ性と芸術性を兼ね揃えていることもあり、アカデミー賞の作品賞に選ばれたのかと思います。ただ、この映画はあまり単純な作りではありません。この映画を見る前にも多くの人が様々な評判を聞いていると思います。一番多く見かけた感想が過去と現在を行き来するので分かりにくいということでした。これから見る人は注意をしてほしいのですが、最初の10分くらいで時間の行き来のルールを理解すれば、それほどこんがらがったりはしないと思います。時間軸はオッペンハイマー自身が語る学生時代からマンハッタン計画について、もう一つが他者が語る戦後のオッペンハイマーについてです。部分的にモノクロだったりもしますが、この二つの時間軸が行ったり来たりするんだなと覚えておけば、その後も割とすんなり見ていけると思います。
しかし最後の方では人名が多すぎるという問題も発生してきます。正直なところこの人名は覚える必要もなく誰かなんだなと思えば良いと思いました。なぜこのような編集にしてあるのかということに関しては後半のネタバレありの方でお話をしたいと思います。また戦後のアメリカで大きな問題になった赤狩りについてはウィキペディアで一通り読んでおくと映画の流れに置いていかれずに済むと思います。この映画は若い人には見てもらいたいと感じました。多くの人がこの映画を見れば原爆がどれほどの威力があるのかを把握できると思います。もちろん戦後直後に作られた日本映画の新藤兼人監督の原爆の孤悲や関川秀夫監督の広島なども原爆の悲劇を描いていますので世界中の人が見るべき映画だとは思いますが表現が直接的なことを覚悟しなければならないでしょう。アニメ映画のこの世界の片隅にでも原爆のシーンは出てきます。オッペンハイマーをきっかけにこうした映画にも注目が集まればいいなと思いました。この映画を点数で表現したいと思います。90点です。3時間とちょっと長いのがマイナスだったかな。2時間半くらいにして欲しかったです。さてここから先はネタバレありのコーナーです。この映画をまだ見ていない人はチャンネル登録といいねをしてそっとブラウザーかアプリを閉じてください。この映画をご覧になった皆さん、いやー素晴らしい映画でしたよね。前評判は様々でしたが、私は非常に素晴らしい映画だと感じました。大きく注目を集めたのがこの映画の編集ですよね。なぜ時間があっちこっちに行くのだろうかという意見を SNS で多く見ました。これについて考えてみたいと思います。まずは人の人生を細かに描くことは不可能だということは誰でもわかることだと思います。そこでどのように時間を飛ばしていくのか、過去と現在を行き来することによって時間経過をうまく表現をしていると感じました。さらに原爆開発が成功し、広島と長崎に落とされたことは周知の事実ですから、原爆開発の成功へ至る緊張感を高めること、その過程で開発者たちが悩むこと、これを編集で表現していたと思います。どのような効果をもたらすのかは、見ている人には分かっているんです。しかし、開発者たちは、その威力に関して確信を持っていません。しかし、ロシアとの関係性などもあり、開発は急がなければならない上、必ず成功をさせないといけないという緊張感が漂っています。そうした中で、本当に恐ろしい兵器になることを議論もしていますが、ついには完成させることを急いでしまっているのです。私たちがどれほどの脅威を持つ核兵器を知っているからこそ、こうした編集で開発中の緊張感を描き出していると思いました。また、映画では水爆についての脅威をかなりの時間を使って表現していました。映画では描かれていませんでしたが、1954年3月1日、米国は南太平洋のマーシャル諸島ビキニ環礁で水爆実験を行いました。この実験では広島に落とされた原爆の1000倍もの威力だったとされています。湖口海上で操業中だった日本の遠洋マグロ漁船第五福竜丸の乗組員23人が被爆しています。この歴史を知っているとオッペンハイマーがなぜ水爆に対してあれだけ反対をしていたのか理解できると思います。裏のテーマとして国家と権力ということもあるのかなと感じました。オッペンハイマーは原爆を作らされたにもかかわらず、最後には使い捨てにされたような印象で共産主義に触れたこともあり、あれだけ責められてしまいます。もちろん国としては核爆弾をその後も作り、持ち続けていたのです。要するに、核爆弾の作り方さえ分かってしまえば、開発者なんて必要ないってことなんですよね。それがラストに形だけ勲章をもらっているシーンに描かれているかと思いました。
一つ大きな疑問を持ったことがあります。それは画面サイズがコロコロと変わることです。この映画は全体的にビスタビジョンサイズで上映をされているのですが、途中で上下に黒が入り、シネマスコープサイズになります。これって何の違いがあったのでしょうか。一応考えてみました。オッペンハイマーの主観や感じていること、揺らいでいることはビスタビジョンで、歴史的な事実として描いていることがシネマスコープになっているのかと思いました。あまりにこの変化が多かったので、本当かどうかはわかりません。どうでしょうか。さて、いかがでしたでしょうか。素晴らしい作品でしたよね。日本ではこの映画の上映時期がとても遅くなりました。その理由としては、原爆が投下された後の広島と長崎のシーンがないので、世界で唯一の被爆国としては、この映画を認められないのではないかということを言われていたのです。しかし、映画はあくまでもオッペンハイマー自身が目にしたものを描いているので、途中で広島と長崎のシーンが出てきたら違和感があったでしょうね。ただ、原爆の威力を報告されているシーンでも、オッペンハイマーが目をそらしている映像だけが映り、実際に皮膚がどのようにただれたのか、どのように丸焦げになって即死したのか、生きていた人間がどのような壊れ方をしたのか、このようなことを映像では出てきませんでした。個人的にはあった方が良いと思いましたが、アメリカ映画としてこれを映し出すことは難しかったのかと感じました。こちらのチャンネルでは、レビューをしてほしい映画などを募集しております。コメントやご連絡ください。また、これからも映画レビューを投稿していきます。チャンネル登録お願いします。では、次回作で会いましょう。